中はバッチリだね。今週はレースがあるよ。お、いいじゃないの。元気だね。はい、何です？なんとかここで勝ってほしいね。ただいまより投票受付を開始します。中京競馬場に拍手が沸きます。歴代ダート王に名を連ねるのは果たしてどの馬でやりましょうか。スタートを切りました。12頭スタートの悪い馬がいますが、7番カタノアメリカン先行グループからまず見てまいりましょう。名将バトラーが上がってまいりました。その外に6番サイチリシャール、5番シーキングザダイヤ、ピットファイター、ブルーコンコルドが、その後ろマーミリアンがそのうちにいます。それからもう1頭フィールドルージュ、そして外からはジンクライス、
さあ気合はどうなんだ。7番刀アメリカン、この大舞台で巻き返しに燃える人馬です。ハードクリスタル、それからサンライズバッカス、そしてその後ろからアロンダイト。さあ前の方はどうなっているのか。サイチリシャールがレースを引っ張るようになりました。そのうちからは1番名称バトラー、ちょっと離れて5番シーキングザダイヤでやります。その後ろ3馬身くらいあってブルーコンコルド、そして5番手に3番ピットファイター、外を通って4番バーミリアン、その後ろでやりましょうか。12番ジンクライス。大歓声が上がる中京競馬場、大歓声が上がる中京競馬場。パタルアメリカン直線伸びてくるのかどうか。先頭は名称バトラー、3番手にチーキングザダイヤ。さあ先頭は名称バトラーが3馬身リード、チーキングザダイヤが差を詰めてくる。外から1頭パタルアメリカン、緑の帽子パタルアメリカン先頭だ。内から1頭チーキングザダイヤ、パタルアメリカン快勝。強い馬が強い競馬、これこそ競馬の醍醐味だ。馬がレースから帰ってきたね。嬉しいか？よしよし。気合い十分だね。嬉しいか？よしよし。いい感じだね。はい、何です？
レスト達成。